で結局ゼロじゃ勝ち点は取れませんから、結局ノーゴールですし、で大事な場面で点を取られる、まだまだぬるさとか勝ち方分かってないとか、勝利に対する執念執着みたいなものまだまだ足りませんから、そういうのも根こそぎ変えれるようにまたやっていきたいと思います。いやもう彼ら彼女らに答えなければ男じゃないですし、フットボールとしても意地がありますし、清水エスパルスそういうチームですから、必ず日曜日勝ち点3ポイント勝って